を叶えるために、日本の大阪へ留学しませんか？大阪には夢を叶えるレベルの高い高等教育機関である専門学校がたくさんあるんです。近年アジアをはじめ世界各国から工業、観光、語学などあらゆる分野の高度な知識や技術を学びに留学生がたくさん来ています。今回は大阪の専門学校で学ぶ留学生の住んで学んで感じたリアルな大阪を徹底紹介します。それがエンジョイスタディングイン大阪ジャパン。1400年以上前から日本の経済政治の中心として栄えた大阪。関西国際空港からアクセスしやすく、近くには歴史ある京都や奈良があり、世界中から人々が集まります。また川に囲まれ水の都とも呼ばれる大阪は、昔から商業の街として栄え、日本を代表する大都市として発展してきました。今回はそんな大阪の専門学校で勉強している留学生7人に集まってもらいました。ベトナムから来たトゥエットです。今年は21歳になりました。ベトナム出身のトゥエットさん21歳、専門学校で細胞の培養について技術を学んでいます。趣味は温泉に行くこと。インドネシアから来たシェリナザリアデイビです。21歳です。インドネシア出身のシェリさん21歳、建築家になることを夢に専門学校で日々勉強しています。スリランカから来たアサンクです。今年4月に大阪へ行きました。スリランカ出身のマノジョさん29歳、専門学校で自動車整備の技術を学んでいます。母国スリランカでは日本車が大人気だそう。台湾から参りました、チョウ・ケイ君と申します。台湾出身のチョウさん27歳、専門学校で日本語と中国語の翻訳を学び、今年春から日本の企業への就職が決まっています。ベトナムから来ました。ベトナム出身のタイさん25歳、ホテルマンになることを夢に専門学校でそのノウハウを日々勉強しています。私はミャンマーから参りました。今年は25歳です。ミャンマー出身のニンさん25歳、専門学校でサービスや通訳に関する分野を勉強中、異文化コミュニケーションにも取り組んでいます。ラオスから来ましたエクと申します。21歳です。ラオス出身のエックさん21歳、システムエンジニアを目指し、専門学校で情報処理やネットワークについて勉強しています。こちらの留学生7人から大阪の良さ、そして専門学校の学びについて伺います。さらに今回は専門学校で勉強する留学生248名にアンケートを行いました。大阪で行って良かったところを聞いてみると、大阪の歴史的建造物大阪城が1位だったんです。今回集まった留学生たちも半分以上の人が見に来て良かったと答えています。何回来ても、あ、綺麗とかめっちゃ感動しています。大阪城も綺麗だし、上からなんか景色も見えて、周りに立派な公園ができてすごいなと思ってます。大阪城の一番上から外へ出ると、一面に広がる大阪の街並み、そして四季折々に変わる大阪城の景色が留学生にとっても人気があるようです。ところで7人の留学生が通う専門学校とは、日本の特別な教育制度のことを言い、
高度な技術や知識を身につけ、卒業後社会に出てプロフェッショナルとして働くことができる職業教育の学校のこと。そのレベルは高く、日本では大学と同じく高等教育機関として位置づけられています。今回紹介する大阪は留学生に人気で、そのまま大阪で働く人もとても多いんです。さて、7人がやってきたのは大阪で行ってみたいところランキングで上位に入っている人気の水族館、海遊館です。ここでいろいろお話を伺いましょう。大阪の専門学校に通う留学生248人に大阪の街の印象は？というアンケートを行いました。5位はよく話す、4位は食事が美味しい、3位は人が優しい、2位は人が多い、そして1位は買い物に便利でした。皆さんは大阪に住んでどのように感じましたか？大阪に住んでいるところ人は大体優しいです。前行って東京も住んでいたとこ、日本語学校行って東京で駅まで行って聞いても、あ、それ知らんです、あ、そんな感じ。そうです。大阪の人はもうよく教えてくれる。私はなんかスポーツチームに通っております。おじちゃんとおばあちゃんと友達になって、時々アメイちゃんもいただいて疲れたでしょ、違うでしょじゃないかな、やろうとか。それシェルさんは楽しいですね。大阪、人が賑やかで、夜もすごく綺麗です。夜が、そうですね、写真撮るのが好きので、なんか大阪の街並みよく撮ります。へぇ、どう撮ります、夜景。そうですね、夜景とか。もっとなんかバイトいっぱいしてるから、もっと綺麗になります。へぇ。続いてのテーマは、なぜ大阪を留学先に選んだのか。多かった意見は、東京よりも物価が安い、家族や友人の勧め、勉強したい専門学校があるでした。皆さんはなぜ大阪を？建築の勉強したくて、学校を調べたら大阪にあるので、大阪にしようと思ってました。しかもなんか学校の前にも JAL、モスクがあるから、なんか1日5回お祈りしないといけないから、よくモスクに行ってました。私、専門学科探しているとき、一回のオープンキャンパス来て、大阪がなんかいいところと思いましたから、大阪を選んだ。大阪を選んだ理由は多分2つがあります。1つは学校です。学校は、大阪の学校を見つけましたので、学校を選んで大阪に来て、あと1つは大阪の便利性だと思います。地下鉄があって、どこでも行けるそうな感じがしますので、大阪を選びました。東京と大阪大きい町みたいって、だから大阪ちょっと住みたいって、やっぱり物価安いと思ってて、だから良かったです。みんさんも？はい、私は賑やかなところで住んでみたいなと思って、大阪に教えて今専門学校入っていました。エクさんはどうして大阪を選んだんですか？ラスにいた時は、日本語トレーニングセンターに寄ってたんですけど、なんか先生は大阪人だったんですので、で、いろいろ教えてもらったんですから、大阪に来ました。どんな風に聞いてました？大阪って。はい、なんか大阪食べ物は美味しいので、留学したいなと思ってました。じゃあたこ焼きとお好み焼きとか目当てに来たんですか？はい、そうですね。はいって言ってる。私、大阪選んだの理由は、ベッドルームで、細胞培養の専門はあまりなかったので、やっぱり自分の好きな細胞培養行きたいなと思って、だから大阪選びました。
実験大好きなので、やっぱり絶対細胞培養の専門絶対行かなければいけない、うん、ずっと思っていましたので。なんでそこまで大阪が魅力的なんですか？めっちゃ好きです。一回も話したくないなとか、ずっと大阪だけいたい。この後、留学生が学生生活を本音で語ります。大阪で食べて美味しかったものは？というテーマで、留学生248人にアンケートを取りました。集計の結果、3位はたこ焼き。そして2位はラーメン、1位は焼肉でした。ということで続いては大阪の人気焼肉店で大阪の食について伺うことに。皆さん美味しいですか？美味しいです。美味しいですか？よかった。お肉好きですか？みんな好きです。好きですか？大阪の食事いかがですか？私大阪で一番好きな料理はたこ焼きです。たこ焼き毎日食べても絶対飽きないですね。私もたこ焼き大好きです。一緒。学校の近くがあるたこ焼き屋さんよく来るから、なんかたまにサービスでタダでもらいます。何個か。私は友達と一緒に一回たこ焼きパーティーをやりました。みんな一緒にやって本当に楽しかったです。私はね、うどんが好きです。うどん、あの、でもね、1週間に4回、5回ぐらいは食べてるうどんばっかり。どうぞ。皆さんちゃんと勉強してますよね。勉強してますよ。頑張ってます。大きくなった。留学生として大事なことは勉強する。勉強するとか。すごい。勉強するため母国から離れ大阪に来た留学生の皆さん、大阪の専門学校で学んで良かったことは？細胞培養について、に関しての専門学校を選びましたから、ここは知識ももらえますし、技術とかベッドルームと日本の技術全然違うなので、たくさんの高いの技術、専門的なも勉強できましたから、やっぱり良かったなと思っています。難しい、そう、難しいと気がします。難しいだから勉強したいと思っていました。シェイさんは難しいやけど楽しいです。楽しい。なんか日本人と同じような授業を受けてるし、なんか分からないことがなんかちゃんと優しく説明してくれるから、うん、ちょっと安心して、うん、はい。私は今サービス通訳について勉強してます。前は日本語のサービス、サービスについて何もわからないけど、今はどんどん分かりやすくなっています。大阪で良かったですか？良かったです。学校でもなんか先生たちが仲良くして優しく教えたり、なんか友達もたくさんもらって、前よりたくさんもらって、なんか今生活も良かったです。なんか日本の文化も日本の習慣も、はい、なんか習ってましたんで、時間守りの大切さと、日本での使っているマナーとか、はい、いろんな礼を正すこととかも、それも訓練されてますから、なんか勉強してよかったなと思ってますんで。勉強を教わるだけじゃなくて、ちゃんと社会に出ていくためのことも教わってるんですね。そうです。私の学校のいろいろな国の学生があるんです。そのみんなでいろいろな国の言葉を使って、楽しみ勉強しています。あ、いろんな国の言葉が。喋れるようになった。いい、まだですね。一番難しいよ、敬語。敬語。だから日本人でもなかなか難しいと思ってて、外国人も難しくて、でも面白かった。敬語は本当に難しいですよ。難しいですよ。来年の4月は入社しますので、敬語を勉強しないとあかん。専門学校で学ぶことは、知識や技術を身につけるだけでなく、日本の文化、習慣を学ぶことができ、留学生にとって大変プラスになることが多いんです。
ではここで専門学校で学ぶこと以外の大阪での生活やアルバイトについて伺ってみたいと思います。ズバリ聞きますが、家賃はいくらですか？3万ぐらい。友達とシェアして2人って合計で6万ぐらいって1人3万。1人3万結構広いって。結構広い、50メット平方ぐらい。おお、広い、はい、安い。1人部屋。そうですね。おしゃれ、さすが。いっぱい貼ってるのはこれなんですか？そうですね、友達と一緒にどこかへ遊びに行くときにチェックで写真を撮って、勉強するときにもし、まあ、ちょっと疲れたかな、そういう感じがあってちょっと休憩してその写真を見て、わあ、また気を取り直しました。そう、それ。私も3万で 1K1K ぐらい。ご飯は自分で作ってるんですか？スリランカ料理。スリランカ料理。カレーとか。あ、カレー。カレーとか。ご飯とカレーいつも。これがマノジョさんの部屋。置いているのはベッドとソファー、そして勉強机だけ。とってもシンプルで綺麗ですね。そして1日のスケジュールは、8時に起きて専門学校へ、そして夕方までしっかり勉強し、夜はうどん屋さんでアルバイト。日本の学生さんと同じですね。ところで他の皆さんはどんなアルバイトを？パンニー料理の専門屋さんとか、そこでバイトしています。時給は？時給950円ですね。結構いい。でももうすぐ、もう頑張ったら1000円になるし、1250円もなりますので、もっと頑張りたいなぁとか、そんな夜を時給もらえるように。何してますか？スーパーでレジと品出しをしています。バイトのところにある年配のおばあちゃんもいつも優しくしてくれて、なんかお弁当とかも作って持ってきてくれたはあります。お弁当作ってくれた、はい、すごい。なんか一回切ってみて、なんか朝ごはんちゃんと食べたのか、まだ食べてないです、はい、言ったら持ってくるわって次の日で持ってきます。持ってきてくれた、はい。カイさん何してるんですか？居酒屋の。あ、居酒屋さん、はい。みんなテンションが高くて、周り見て、みんなすごく元気して、でも一人疲れても頑張れないといけないから、すごく頑張ってて、特にはまかないももらえます。それで食事料金もちょっと節約してます。いい考えですね。いい考えです。スーパーないもんね。ないです。そしてニンさんはコンビニでアルバイト。皆さん勉強にアルバイト、大阪での生活を十分満喫しているんですね。逆に大阪の暮らしで困ったこと、驚いたことをアンケートで伺うと、一番多かったのは日本語、特に大阪弁に苦労するそうです。そして自転車や自動販売機が多いことでした。この後、留学生が考えている自分の将来、そして夢とは。7人の留学生がやってきたのは、大阪で行ってみたいところ上位にランクインしている梅田スカイビル。173メートルの高さから大阪を一望でき、人気の観光スポットとなっています。皆さんどうですか、景色？来たことあった？うん、初めて来たから。初めて、どうですか？すごい綺麗です。びっくりするような。綺麗な、やっぱり綺麗です。新鮮。新鮮。大阪すっかり満喫している皆さんなんですが、専門学校の留学生248名に聞きました、自分の将来の夢、一番多かったのは日本で働きたいです。他には自分の会社や店を持ちたい、祖国で働きたい、お金持ちになりたいなどなどありました。さて、皆さんの夢を聞かせてください。夢ややりたいことがあるからこそ、日本の専門学校で勉強し技術を学ぼうとする留学生たち、
今回集まった7人の留学生たちはどんな夢を持っているのでしょうか。私の夢はバイオ技術者になりたいなと思っています。経験溜まってからベッドルームもろともろいます。クリニック作りますね。細胞培養に関してのクリニック作ります。私はなんか建築家になりたいんです。綺麗な建物だけではなく、なんか周りの人の役に立つそんな建築家になりたいです。ホテルマンになりたいっては、まず就職して日本で経験を積もってて、それって両国でも働きたいですね。私はあと1年で自動車整備士になりたいです。日本で就職して働いて金貯めて国へ帰ってから自分のお店を作りたいです。はい、私は今の専門学校を卒業した後で、なんか日本で、サービス数学について会社に就職して日本の経験を持って、なんかいつか帰国するとき日本の企業がどんどん増えているから、私の国のその会社で働くと思います。はい、私はシステムエンジニアになりたいんです。で、経験を得るために多分5年くらい日本で就職 しようかなと思ってますし、で、そのあとはなんか未発展国に自分で作ったシステムを提供して、もっと人の生活に便利にできればいいと思います。就職先はもう決まりましたので、就職して貯金して3年後車を買って、日本で日本で5年後は家を買って、すごいね、短い家の間に結婚して、幸せな生活を送りたい。皆さんやっぱりちゃんと目標とか目的を持って大阪に来てるんで、なんかしっかり頑張ってるんだなっていうのがすごく伝わりました。勉強頑張って夢を叶えてください。はい、はい、頑張るぞ。ありがとうございます。大阪には夢を叶える専門学校がたくさんあります。勉強するのはもちろん、仕事をするにも暮らすにもいい街大阪へ。アジアの皆さん、ぜひ来てください。